はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はですね、21世紀マリナーズのオールスターチームを決めようということでやっていきたいなと思っております。マリナーズはですね、特に21世紀に入ってからはかなり暗黒時代の方が長くはなっているんですけれども、ただその中でもいい選手というのはたくさんいまして、今回はですね、そういった選手たちを各ポジション1人ずつ、さらにピッチャーに関しては先発投手とリリーフピッチャー1人ずつ選んでいきたいなと考えております。それでは見ていきましょう。はい、まずはキャッチャーですね。個人的には21世紀のキャッチャーではマイク・ズニーノが一番かなと思っております。ズニーノは2012年ドラフト全体3位指名でマリナーズに入団したキャッチャーでして、学生時代は大学野球の MVP にも当たるゴールデンスパイク賞も受賞している選手だったんですけれども、メジャーに上がってからは、ちょっと打撃に関してはかなりムラがあった選手ではあったんですけれども、20本打てるパワーもありましたし、また守備の評価が非常に高かったですね。特にフレーミングが非常に評価されていまして、で彼のおかげでかなりピッチャーの力も引き出せていたと思いますので、皆が思い描いていた全体3位のキャッチャーかはちょっとわからないんですけれども、ただ個人的にはズニーノは本当に素晴らしいキャッチャーに成長してくれたなと思います。はい、続いてファーストですね。こちらはジョン・オルルドを選んでみました。オルルドは99年3年契約でマリナーズに加入しているんですけれども、決して派手さはないんですけれども、高い打率そして出塁率でチームに貢献してくれた選手ですし、2001年の116勝を挙げたマリナーズを支えてくれた選手ですね。当時のマリナーズの中軸の打者の中では、ホームランを打つ役割はどちらかというとブレッド・ブーンですとか、あとはエドガー・マルチネスが担っていたと思うんですけれども、オルルドに関しては、ホームランは20本程度とファーストとしてはちょっと少なめではあるんですけれども、きっちり100打点以上稼いでいましたし、本当にですね、チャンスにも強かった印象がありますね。ただオルルドがいなくなった後のマリナーズというのは結構ファーストの固定に苦しんでいる印象がありまして、リッチー・セクソンがそこそこ活躍はしたんですけれども、それ以降は本当に毎年のようにファーストが変わっている状況ですので、今年のオフに6年契約を結んだエヴァン・ホワイトに関してはオルルドのようにですね、長期間レギュラーとして活躍してくれると嬉しいですね。続いてセカンド、こちらはすごい迷ったんですけれども、ブレッド・ブーンを選んでみました。成績的にはロビンソン・カノーも負けてはいないんですけれども、やはり116勝を挙げた年のメンバーであることから今回はブーンを優先してみました。ブーンはもともとプロとしてのキャリアをマリナーズでスタートしているんですけれども、その後ですね、しばらく他球団でプレーした後、2000年のオフに FA でマリナーズに帰ってきたんですね。ブーンといえば勝負強いバッティングと、それから右打者ながらセーフコフィールドで30本以上ホームランを打てるパワーがあると、セカンドながら非常にバッティングの良い選手というイメージがありますね。特に116勝を挙げた2001年は37本のホームラン、そして141打点と、本当にですね、ブーンが打ちまくって得点をどんどん上げたというイメージがありますので、セカンドというなかなかバッティングの良い選手が出にくいポジションでこれだけプラスを稼げていたことがマリナーズが強かった要因の一つなんでしょうね。本当にブーンはマリナーズの強い時代を支えてくれた選手ですので、それだけに2005年のシーズン中に DFA された際のあの涙の対談会見は忘れられないですね。ブーンがいかにマリナーズというチームを愛してくれたのかっていうのが非常に伝わってくる会見でしたし、またファンとしてもこれで本当に黄金時代が終わってしまったんだなというふうに感じる会見でもありましたね。続いてサード、こちらはカイル・シーガーを選んでみました。シーガーは今回私が選んだオールスターチームの中では唯一の現役マリナーズの選手でして、2009年3巡目指名でマリナーズに入団してからチーム一筋でプレーしている選手ですね。でシーガーといえばプロスペクト時代はそこまで期待されていた選手ではなくて、どちらかというとユーティリティとして予想されていた選手だったんですけれども、結果的に20本打てる選手になりましたし、本当にですねサードの不動のレギュラーとして期待以上の成長を見せてくれた選手ですね。シーガーに関しては以前も別の動画で紹介しましたけれども、マリナーズの選手の中では久々に自前で育てた野手でもありますので、契約も残り2年というところで、なんとかですね1回でもプレーオフ出てほしいなというところですね。続いてショートはジーン・セグラですね。21世紀に入ってからのマリナーズは本当にショートの固定に苦労していまして、ユニエスキー・ベタンコート、ジャック・ウィルソン、ブレンダン・ライアン、ブラッド・ミラー、ケテル・マーテと、たくさんのショートが、プレーしてきたわけですけれども、全員ですねそこまで目立った成績が残せていなかったんですね。でそういった状況もありまして、マリナーズとしてはなんとかショートを補強したいということで、16年のオフにアリゾナダイヤモンドバックスからこのセグラをトレードで獲得しまして、それこそアレックス・ロドリゲス以来の打てるショートがマリナーズに来てくれました。でセグラは在籍が2年間と、短い期間であったんですけれども、
17年、18年はいずれも打率3割超の成績を残してくれましたし、18年に至ってはオールスターにも選ばれましたので、本当にですね、久々に頼れるショートが来たなという印象でしたね。18年にマリナーズがプレーオフに進出していれば、おそらくこのセグラも、しばらくシアトルでプレーすることになっていたでしょうから、ああいった形で18年のチームが解体となってしまったのは少し残念ですね。続いては外野手、まずはレフトのラウル・イバニスですね。2003年のオフに FA で復帰したイバニスなんですけれども、移籍後5年間で113本ものホームランを放って、チームの主力打者として活躍してくれましたね。以前バベシ GM の成功した補強を褒めるという動画でも、イバニスは数少ない成功として紹介しましたけれども、本当にですね、暗黒時代ではあったんですけれども、イバニスの打撃は本当に頼りになりましたし、シアトルという厳しい環境の中でも結果を残してくれたイバニスには本当感謝しかないですね。で、イバニスは2008年のオフにフィリーズに移籍してしまうんですけれども、13年に再度復帰して、この時41歳だったんですけれども、29本のホームランを放つなど、キャリアの最後までマリナーズに貢献してくれた選手ですね。はい、続いてセンターはマイク・キャメロンを選んでみました。99年にケン・グリフィー・ジュニアのトレードでレッズから加入したキャメロンなんですけれども、特にあのセンターの守備範囲の広さっていうのが、一つ大きな武器としてキャメロンが持っていましたね。で、2001年にイチロー選手がマリナーズに来てからは、キャメロン・イチローの宇宙観という、とんでもない守備範囲を誇る二人がシアトルの外野を守っていたわけですから、並大抵の打球では宇宙観は簡単に抜けないような、本当に鉄壁の外野陣という印象でしたね。で、キャメロンは守備だけでなく、打撃の方も、20本は打てるようなパワーも持っていましたし、で、また30盗塁を記録できる足もありましたので、本当に走攻守揃った選手だったなという印象ですね。この後2009年にマリナーズに来たフランクリン・グティエレスも、キャメロンと同等か、あるいはそれ以上の守備範囲を誇っていましたので、グティエレスとどっちにしようかちょっと迷ったんですけれども、やっぱり打撃と走塁面のプラスを考えて、今回はキャメロンを選んでみました。続いてライト。これは一人しかいないですね。イチロー選手ですね。2000年のオフにマリナーズに加入したイチロー選手なんですけれども、デビューした2001年いきなり新人王と MVP のダブル受賞を果たしましたし、で、そこから10年連続200安打、10年連続のオールスター、ゴールドグラブと、本当に数々の賞を総なめにしまして、2000年代のメジャーを代表する外野手として本当に活躍しましたね。マリナーズが弱い時期でも、本当にイチロー選手の活躍というのはファンの支えにもなりましたし、また2004年、この年チームは99敗をしたわけなんですけれども、イチロー選手自身はこの年 MLB シーズン歴代最多安打となる262本のヒットを記録しましたし、本当にこの人がいなかったら、この時代のマリナーズファンの人たちどうなっていたんだろうというような、本当に大きな存在の選手ですね。その後2012年の途中にヤンキースへトレードされてしまったんですけれども、結局 MLB 通算で3000安打以上を記録して、間違いなくアメリカ野球殿堂入りを果たすと思いますので、4年後を楽しみに待ちたいなと思います。続いて DH、こちらはエドガー・マルチネスとも迷ったんですけれども、ネルソン・クルーズを選んでみました。14年のオフに4年総額5600万ドルで契約したクルーズなんですけれども、本当はマリナーズは13年のオフにもこのクルーズを獲得しようとしたんですけれども、ただ薬物問題がありまして、マリナーズの経営陣がノーを出したため、この年は獲得ができなかったんですね。ただマリナーズは2014年はあと1勝のところでプレーオフを逃しまして、今度こそはということでこのクルーズの獲得に踏み切りまして、で、結果としてこの補強は大成功でしたね。本拠地セーフコフィールドは以前と比べては多少打者有利にはなったものの、依然として右打者にとってはかなり苦しい環境であるんですけれども、クルーズはそういう環境をものともせずに4年間で163本ものホームランを放ちまして、本当にですね、安定した活躍をしてくれましたね。この時代の3番カノー、そして4番クルーズの打線の並びは本当に強力でしたし、何より見ていて楽しかったですね。またクルーズ自身もですね、ベテランらしい存在感でベンチやクラブハウスの中でもいい存在となっていたようですので、クルーズに関しては本当に支払ったお金に見合うか、あるいはそれ以上の活躍をしてくれた印象ですね。個人的にはマリナーズチーム史上最高の FA 契約の一つと言ってもいいんじゃないかなと思います。はい、ここからは投手ですね。まずは先発投手、これはもう彼しかいないですね。フェリックス・ヘルナンデスです。ヘルナンデスは2002年16歳の時にマリナーズと契約しまして、で、この時マリナーズ以外の球団も興味を示していたんですけれども、ただヘルナンデスと同じベネズエラ出身で、ヘルナンデスの憧れのピッチャーでもあったフレディ・ガルシアがマリナーズに在籍していたことから、ヘルナンデスはマリナーズを選んでくれたんですね。で、ここから彼とマリナーズの結びつきっていうのは、昨年まで、2019年まで、実に17年間にも及んだわけですけれども、この間ヘルナンデスはチーム歴代最多勝利となる169勝を挙げまして、で、2010年にはサイヤング賞も獲得しましたし、本当にですね、長い間チームのエースとして、
君臨してくれましたね。彼の全盛期であった2009年から2010年代前半っていうのは打線が深刻な得点力不足に陥ってまして、なかなかヘルナンデスも援護に恵まれないという試合がかなり多かったんですけれども、それでも彼は文句一つ言わずに毎年200イニング以上投げまして、なんならシアトルの街が大好きだと言ってくれて、チームとの長期契約も結んでくれましたので、ファンとしては彼を好きにならない理由がないというような選手でしたし、まあ、残念ながら昨年でチームを退団することにはなってしまいましたけれども、これからも彼のことは応援したいなと思います。そして最後はリリーフピッチャークローザーですね、エドウィン・ディアスを選んでみました。まあ、正直 JJ プッツも悪くないかなと思ったんですけれども、やはりクローザーとしての傑出度を考えた時にこれはもうディアスしかないかなと思いました。ディアスは2012年30目指名でマリナーズに入団したピッチャーでして、でマイナー時代はずっと先発をやっていたんですけれども、メジャーへの早期昇格を目指して16年にリリーフに転向しまして、そこからはずっとクローザーをやっている状況ですね。でディアスといえば100マイルの速球と、それから切れ味鋭いスライダーで三振の山を築いていく、いわゆるパワーピッチャーなわけなんですけれども、デビューした2016年はいきなり奪三振率 15.3 と本当に鮮烈なデビューを飾りまして、で2017年は少し不安定な投球が続いたんですけれども、翌2018年はシーズン57セーブと本当に圧巻の1年を送りまして、クローザーとして大きく飛躍しましたね。ディアスのピッチングは本当に分かりやすくすごいので、彼のピッチングを見るのは本当に楽しくてですね、これからしばらくはマリナーズのクローザーとして活躍してくれるだろうと思っていたんですけれども、ただ18年のオフにロビンソン・カノーをメッツへトレードする際にこのディアスも抱き合わせでトレードということになってしまいましたので、マリナーズでのプレーは3年しか見られなかったんですけれども、本当にその3年間ででも強い印象を残してくれた選手ですね。メッツでの1年目は彼にとってもいい1年ではなかったんですけれども、ぜひですね復活に期待したいですね。ということで21世紀のマリナーズのオールスターチームを選んでみましたが、いかがだったでしょうか。まあ普通に強そうなチームにはなりましたよね。この選手たちが全員同じ時代に揃っていれば、まあマリナーズも間違いなく優勝はしていたんでしょうけれども、まあただ残念ながらそううまくはいかないですね。でこれを打順にしてみるとこんな感じかなと思いまして、いやもうなんていうかめちゃくちゃ強そうというか、どっからでも点が入りそうですし、いやこれはもう優勝間違いないですね。で今回選手を選んでみて思ったのは、結構2000年代前半の選手がやっぱり多いですね。まあ、2001年の116勝メンバーがオルルド、ブーン、キャメロン、そしてイチロー選手と、まあ、4人もいるわけですから、それだけその後の世代で活躍した選手が少ないということにもなりますので、まあ、ぜひですね2020年代の選手たちにはここの21世紀のオールスターチームに入れるような活躍を見せてほしいですね。2020年代でのマリナーズの黄金期の到来を願いながら、この動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。